にちは。芸大一分かりやすいコンクールでも使える本物テクニックが身につけられるピアノ教室を主催しています吉田さはるです。皆さんはピアノを弾いていて、腕が疲れたり思ったより大きな音が出せないなと感じたことはありませんか？そのような時はピアノ弾き方が間違っていることが多いです。今日はこの動画でまず間違った弾き方、それからじゃあ正しい弾き方は何なのかっていうことを分かりやすく説明していこうと思います。ぜひ最後まで見てください。ではまず最初に間違った弾き方から解説していきます。間違った弾き方というのは、このようにですね、手をここ第二関節なんですけど、第二関節からこのように曲げて、でピアノを弾くときにこう指をこう高く上げて弾く、これをハイフィンガー奏法というんですけど、これが間違った弾き方になります。鍵盤上でやるとこんな感じです。なぜこの弾き方が間違っているかといいますと、これはピアノの進化の歴史と深く関わりがあります。昔はこのピアノという楽器はとても鍵盤が軽かったんですね。そのような時代ではこのように指をこう強く丸めて、こう指高く上げて弾く、このようなハイフィンガー奏法でもピアノを十分に鳴らすことができました。でも現代のピアノはだんだんと鍵盤が重くなっていきました。そうするとこのようなハイフィンガー奏法では十分にな音を出すことができません。なので余計に頑張ろうとしてしまって腕も疲れてしまうということが起こってくるので、このハイフィンガー奏法は現代のピアノでは適していない弾き方ということになります。では正しい弾き方は何かというと、この第三関節のところからこういうふうに曲げます。でここから第三関節から先は自然な形で特に曲げるとかしません。その状態でこう第三関節から指を曲げる感じで弾く、でさらに腕の重さも使う、これを重力奏法と言います。鍵盤上で見るとこんな感じです。はい、この重力奏法だと腕の重さを鍵盤に乗せるので大きな音が出しやすいだけでなくて、腕がとても疲れにくいのですが、そのことを体感できるワークを紹介しようと思います。どちらの手でもいいので、体の前に出してください。それで反対の手で前腕の中央から太い部分にかけてをこんな風に握ります。その状態でまずハイフィンガー奏法をやってみましょう。指先をこういう風に曲げて、で指を高く上げます。こんな感じです。そうするとどうでしょうか。この前腕ここのあたりにすごく力が入っているのがわかると思います。それでは一旦腕を楽にしていただいて、はい、もう一度今度は重力奏法をやってみようと思います。先ほどと同じように腕を出して反対の手で前腕を握ります。それで今度は重力奏法なので、指先は自然なカーブを描いたまま、この第三関節からこうパタパタと曲げるようにこういう動き方をしていきます。そうすると先ほどのハイフィンガー奏法に比べてこの前腕の力みがとても少ないというのがわかると思います。はい、い
かがだったでしょうか。このワークで重力奏法がいかに楽な弾き方であって現代のピアノに合った弾き方であるかが分かっていただけたかと思います。今日のまとめをしますと、ピアノの奏法っていうのには大きく2種類あって、ハイフィンガー奏法と重力奏法があります。それで現代のピアノに適した弾き方は重力奏法ということです。ぜひこの重力奏法を覚えて身につけていただけたらと思います。この重力奏法の身につけ方はまた別の動画で解説しようと思っています。ですのでぜひチャンネル登録して、お待ちください。もっとこのピアノの弾き方について詳しい説明を聞きたいという方は、無料のメルマガで、解説していますので、ぜひ下のリンク欄から登録をしてください。今日の動画が参考になった方は、ぜひいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。